はい、ヒロフットサルパーク来ております。今日はボアソルチ対リンドバラフサ京都、前もあったんですけど、ちょっと僕一人では心もとないということで、僕よりうまいうまい後輩お二人ついてきていただきました。辻元亮様と沢井光様です。やめてください、やめてください。すみません、わざわざ僕なんかのためにありがとうございます。よろしくお願いします。前回とこは比べてボアソルチメンバー揃ってません。前回正直元エフリーガーセットで多少リンボロを押す瞬間もあったんですけど、今日は多分ほぼチャレンジやった方が来たと思うんで、楽しんでいけたらなと思いますんで。ピーもさんが六甲さんに話は使えない。あ、全然。あ、それは使えない。と二人でまた話。そっちとそのレイプの話はどっちが使えるの？レイプです。なので多分もうここは同じセットになるかなと思いますので、お冷やかせ。僕はほんまリンバロにもお世話になってますんで、ここでちょっとリンバロがあれこのままじゃシーズンやばいぞってピリッとしていただけたら、僕的には恩返しにはなるのかなと思いますんで。頑張っていきたいと思います。やっていきましょう。せーの。少ないらしい。スタート。
Thank you.
ゴー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 ゴラストワンよラストワン大体僕の数字あんま得意じゃないかもしれない僕負けっすうまっえうまっ4点ぐらいいけないえ、千代子さん今引き分けぐらいですかえ千代子大体引き分けフォアソルチ全員算数できんくなったんすかいやいや、だって千代子さんがいるあのブラジルの考え方って全然ちゃうんですよあ、マジっすか、はい、ややこしいブラジルそうなんだだいたいだから同点よあ、だいたいだからオリンピックの決勝まで残るあ、はいそれあっ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 いや、ここはそれ違う見てないはい